る。エアガクシートベルトが装備されているお座席にお座りのお客様はシートポケットもしくは収納スペースのエアガクシートベルトに関するただし書きをお読みください。また航空機の安全運航規定に基づき衣装室に備え付けの煙感知器をむやみに。開けてみよう。おお、いい眺め。うん。なんかあっち高いって感じ。すごい。タワー綺麗。かなみと同じ部屋ね。同じ部屋。いつも。6日間一緒だね。ねえ、6日間。6日間一緒だ。嫌いにならないでね。そう、嫌いにならないでね。昨日ね、その話してね。かなみんが言ってたんだよね。そう、嫌いにならないそうで。大丈夫、6日間以上いい。大丈夫、うん、余裕余裕。24時間6日間いるんだよ、うん、もっと大好き。もっと好きになっちゃう。なんだっけ忘れちゃった。湿度ちょっと高いかなと思うけど、そんなまあ日本と変わんない？夜の方がチベチベした。すごいね、バイクが多い。とにかくずっと隣バイクだもん。来たかー。来たかー。すごい。ドロンパス、アクヒョリン。あ、ヒョリンで呼んでください。はい。水が大きい。これ飛行機でもちっちゃいね。ちっちゃいの。かわいい。かわいい。みんなすごー集まって、お寿司みたい。え、かわいい。すごかわいい。絵描いてある。バナナかわいい。じゃ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 ん。なにそれ、味知りたい。でもね、いい匂いなの。ちょっとほら、カリカリ分かる？ちょっと硬いの。うん、硬い。匂いとか。あきちゃんは蒸しパン。いただきます。写真何？はい。コロッケだ。コロッケ。しょっぱい系だった。うん。
しょっぱい系。まさかの。これ美味しい。めちゃん。アーモンドミルクの匂い。いただきます。カメラ回して。うん、うん、お、もちもち。あ、美味しい。どれ食べてみる？あ、アーモンドミルク普通に味。とうちゃん。2か所目です。すごい。車がいっぱい。マンゴーフラッペ。今日はまだ少しが残っているので、うん、こちらに向かいます。ラストラスト頑張ろう、ね、頑張ろう、頑張りまいよ。今は着いたら着いたらあれだね、ダンス覚えない。そう、そう、難しいの、めっちゃ難しい。あ、これの、あ、ポテト美味しいの。頑張ります。もうそれ見ない。美味しい、辛くない、辛くない。あ、よかった。バイバイ。めっちゃここさ、めっちゃ肌綺麗なんだけど、ね、めっちゃ盛れる。めっちゃ肌綺麗、めっちゃ綺麗じゃない。なんでノーマルだよ、なんでノーマル、超肌綺麗。ライトが綺麗。夜ご飯はさて何かな何かな。わあ、フラペチーノ、かわいい、めっちゃかわいいよね。いただきます。まだ飲んでない。激うまアポロ、そう、日本でアポロ。え、おいしい。え、美味しいね。めっちゃ美味しい。え、めっちゃ美味しい。激うま。激うま。まんま。ブラッピー。ブラッピー。美味しい。おはる、何食べた？ラーメン。ラーメン？お、美味しかった。インドネシアのラーメン。激辛爆弾ラーメン。辛かった？美味しかったけど、辛かったけど、なんかそのインドネシアのスタッフさんは辛さレベル5ぐらいって言ってて、お、俺的には今日一辛くてレベル9ぐらいだった。やっぱ強いんだなと思って、現地の方は。でも美味しかったです。ヒリヒリしました。まだ痛いぐらい。まだ痛い、唇はまだ痛い。いや、めっちゃ血色いいと思います。日本語、日本語と連戦はい、ということで本日は2日目の夜になります。昨日来て2日目、今日は1日取材とかいろいろ撮影収録をしてきました。もう朝から夜までみっちりたくさんやらせていただきました。もうみんな優しくて楽しかった。しかもなんかもうほんといろいろ新鮮すぎて、道にはもうすごいたくさんバイクがとか車とかいっぱい通ってたりとか、あの道端に屋台がいっぱい並んでたりとか、おお、なんかまた日本と違う雰囲気を味わえて、とても楽しい楽しい一日を過ごしました。ということで今日はね、仕事終わりになんとじゃじゃーん、お土産を買ってきました。しかもスーパーマーケットで買ってきました。ではご紹介したいと思います。じゃあまずはこちら、クラッカー。前ね、インドネシアのなんか食べ物とかを食べる YouTube で、あのね、クラッカーを食べてたと思うんですけど、それの海苔、海苔の味のバージョン、美味しそうと思って買ってみました。そしてこちらヌテラです。これね、だいたいさ、つけて食べることが多いと思うんですけど、中に入ってるのめっちゃ気になる。ジュリアがね、もう大量買いしてましたこれで、インドネシアといえば
コーヒーということで、こちらじゃじゃーん、ジェジェロイヤルっていうコーヒーのトラジャっていうおすすめの一番人気のやつを買ってみました。あとね、これもコーヒーなんですけど、ちょっと高級みたいで、この動物さんのすごい栄養とかなんでね、甘みがお砂糖入れなくても甘いいいコーヒーらしいです。なのでちょっと気になって購入してみました。多分インドネシアならではのコーヒーなのかな。ここに来なかったら多分買わなかったと思うので、これはインドネシアに来た記念として買ってみました。飲むのが楽しみです。そしてこちら味噌スープ、しかもね、見てスパイシーなの。日本ってあまりね、味噌汁がスパイシーってイメージあんまりないんですけど、こちらスパイシー。そしてあ、そうそうそう、コーヒーにね入れるためのこのチョコレート入れて飲むと美味しいらしい。ちょっと甘くしたりして、いろんな種類のチョコレートが入ってるの買ってみました。あとね、カカオ 70% のチョコレートも買いました。そしてあ、今日スターバックス行ったので、このね絶対美味しい、絶対硬いサクサククッキーです、買ってみました。あと見て、キャンドル見て、かわいい縦型のキャンドル、縦と、あとこちらこういうキャンドルで、いい匂いのするキャンドルを買ってみました。見て、うん、いい匂い、ピンク、かわいいピンクと、この長細いキャンドルを買ってみました。そしてそしてこちらホワイトニングの歯磨き粉を購入しました。そう、昔ちょっと前にダンスの先生が海外行った時のお土産で、ホワイト歯を白くする歯磨き粉を買ってきてくれて、それを見つけたのでもう一回買ってみました。そう、なんかどんな味かわかんない、これはミントかなと思うんですけど、これはどうなんだろうと思いながら、はい、こちらこんな感じです。結構お土産買いました、バッチリ。ということで、お家帰ってもインドネシアを楽しみたいと思います。そして次、明日は3日目も一日中いろいろね取材や撮影をさせていただけるので、頑張っていきたいと思います。それでは、ヒアリがお風呂上がったら、かなりもお風呂入って、明日に向けてね、ちょっと難しいダンスがあって覚えなきゃいけないので、やりたいと思います。それではまたね、明日。